オリノコの水芽が出てきていますね。春というか初夏を感じますね。この水芽は最初に植えたオリノコの親から出た子株の水芽のように思われます。そちらの親これですね、親このこういう太さの親からの水芽ではなく、こちらの子株からの水芽のような気がします。まあ、収穫につながるかどうかよくわかりませんが、この親株ですねはいずれカットすることになるので、こうカットすることになるので、このこれが親株になって、これが子株になって、さらに水芽が出てくるでしょうから、いずれこの場、家と畑の境界、この畑でいうと西側の端なんですが、ここでの複数本立ちの準備はできたように思いますね。この親株から出ていたもう一本の小さな水芽の方は、これから成長するでしょうが、こちらの子株に比べたら、こちらは貧弱で、越冬中にだいぶダメージを受けていますね。あまりこの水芽は当てになりません。これはいいタイミングで出てきた水芽で、健常球芽ですので、これは立派に育ちそうですね。越冬した親株あるいはその子株から出てきた水芽で、5月の頭に出てきた水芽ですので、次の冬の寒気がやってくるまでだいぶ期間がありますから、粘りも良くなるでしょうし、この場でのオリノコの複数本立ち計画はうまくいくのではないかと思いますね。私が複数本立ちと言っているのは、まあ、せいぜい3、4本ないし5、6本なんですが、群生というのは本州でも糸芭蕉で見られますが、群生というのはもう10数本立ち、あるいは数十本立ちを植物学的には言います。4、5本とか5、6本の食用バナナの場合にはまだ確定した用語はないので、私の場合には複数本立ちとか数本立ちとか言っています。沖縄で見られるような食用バナナの10数本立ちの場合には、ちょっと見た目には群生に近いのですが、それは群生というよりも栽培者が水芽を掘り上げるのを糸って
まあサボってですねほったらかしにしている場合なんですね。場合によっては川の近くでそうなって小株として切り分けて掘り上げようにもなかなか場所的に難しい、そして十数本立ち、あるいはそれ以上の群生に近い状況になっているのがよくあるんですよね。まあ、そういうのは十数本立ちの中で2、3本ぐらいにしか実がつきませんし、非常に効率の悪い栽培法ですね。まあほったらかしておいてできた分だけ食べればいいやっていうのが一般的な沖縄の方たちの考えですので、バナナ好きの栽培者を別にすれば十数本立ちの食用バナナというのは沖縄では珍しくありません。あるいは奄美などですね。それで4、5本ないし5、6本立ちにしておいて、それ以上はあまり増やさないように水芽を切り分けて他に移すなどのある程度の手間をかけないと収穫したバナナの品質ですねがあまり良くないんですね。ですから食用バナナの群生というのは勧められるものではありません。まあ数本立ちの場合に適切な表現を誰かが考えてそれを確定させていけばいいんだと思うんですが、今のところまだそういうきちんとした用語は見当たりませんね。まあ、いずれ今朝この5月頭の折の子の水芽を確認してなんとかかんとか食用バナナの複数本立ちの無保護越冬を確立できるかなという思いがしています。5月に入って気温が結構上昇してきたのですが、本日のように雨模様ですとサンルーム内は気温がほとんど上がりません。この限られたスペースのサンルーム内で暖かくなってきたなぁと感じている植物もいれば、寒くなったなぁと感じている植物、バナナもあるんですね。本州でバナナ栽培を愛好している方々は越冬問題でいつも悪戦苦闘するわけですが、越冬させるために室内に取り込んだり、あるいはこのようなサンルーム、あるいはサンルーフみたいな環境に取り込んだり、それから軒下とか波板、庇護の下に取り込んだりとか、あれこれしますよね。それで去年からこのサンルーム内で育っていて、サンルーム内での地植えですね、
に馴染んでいるバナナの場合は4月から5月にかけて暖かさを感じてこのように巻き葉を伸ばしてきたり、4月と5月で、5月の頭で3、4枚の新葉を出してきたりしているわけです。それからパパイヤでも、石垣産後パパイヤの場合ですと、越冬して今4個目の花、それからそちらナメクジがついていますから、後で割り箸でのけなきゃないですね、5つ目の花が咲いているところですから、これらは暖かくなってきたなぁと感じているわけですね。まあトマトはバナナやパパイヤに比べてずっと低温に強いですから、それらがぐんぐん伸びてきてですね、花を咲かせ、またもう下の段の方ではこういうふうに美味しそうな実をつけてきて当たり前です。ところがこのサンルーム内でまだ寒がっているバナナ苗があるんですね。このドワーフブラジリアンバナナは1ヶ月半前に購入した温泉蒸気で育てられていたドワーフブラジリアンなんですね。で、購入した時には美しい6枚の緑葉がついていたんです。で、その後これが1枚目でしょう。この葉柄の位置からしたらこれが1枚目、これが2枚目だったんですね、が枯れて、そうしてさらに3枚目の葉っぱが枯れてきてるんですね。このまま放置しておくと、おそらく4枚目5枚目も枯れていって、巻き葉がのひげらしきものがほんのちょっと覗いているような気もするんですが、緑の巻き葉のひげじゃなく茶色いひげがもう3週間ぐらいこの状態で伸びてきてないんですね。後でこれは掘り上げて別な環境に植えてみようと思ってるんですが、他の植物たちが暖かくなったなぁと感じるのは2月3月の、まあ、非常に低い温度からしたら4月になってやれやれやっと暖かくなってきたと暖気を感じて成長してきているからだと思うんですね。ところが温泉バナナ、温泉蒸気で育てられていったバナナ苗というのは、おそらく本州温暖地での真夏に近い環境でしょうから、それからしたら4月の3月でしたね、購入したのは3月の下旬に、まだまだ気温の低い環境
で、定職された生育状況というのは、とてつもなく寒い感触を受け続けているんだろうと思うんです。つまり真夏から春の初めか冬の終わりに、まあ移動させられたわけですから、そのストレスで保持していた緑葉が三枚は枯れて、もうちょっとすると四枚目も枯れていくという身震いするような寒さを感じているんだろうと思うんですね。ということで、植物の育成にあたっては、どういう環境からどういう環境に移されたのかということが大事であって、サンルームならサンルームという環境の中で、寒さから暖かさを感じている植物たちと、暑いところから寒さを感じるところに引っ越してきた植物とでは、温度変化に対する対応がまるっきり違うということなんですね。それで、まあ私も沖縄でのバナナ栽培から和歌山県でのバナナ栽培に移行した3年前には、このサンルーム内である程度ある期間育てて越冬したバナナ苗を外出しして、外で大きくするということを試みてみたんですが、うまくいくものもあれば、そうではないバナナ苗もあって、越冬のために、越冬に適した温度に慣れさせてから、まだ寒いうちに外出しすると、例えば温泉蒸気で育成されていたドワーフブラジリアンが、他のバナナたちは、前からここにいる他のバナナたちは元気に春から初夏を感じて成長してきているのに、逆に暑さに慣れていたがために寒さを感じて成長できないどころか、枯れる方向に逆進行してしまっているというような事態になっているのを見て、本州温暖地で越冬のために越冬しやすい環境に一旦取り込んでから外出し路地植えなんかしても、そうそう順調に生育するわけはないということに気づきましたね。それでそういう気づきがあったので、その後ですね、最初から路地植えして寒い冬というよりも非常に厳しい冬の寒さの中で、なんとか越冬させて、そうしてそのまま春初夏を感じて成長するのが、バナナ苗たちにとっては親切ではないのかと思い始めたんですね。それで自分が食べたいと思っている数種類のバナナ苗たちを路地越冬させる
ことに転換して、そうしてこのタイベジタブルじゃない、ドワーフオリノコですね、みたいに親と子と、おそらくその子ですから孫ですね、が共存するような土着化の良い兆候が出始めるというところまでやってきたわけなんです。こちらのタイベジタブルバナナにしても、これから似たような現象が起きてくると思います。ということで、越冬のために屋内に取り込むとか、まあ、ベランダあるいは何らかの波板の庇護のもとに取り込むとか、サンルームに取り込むとか、そしてまた外出しするとか、そういうことは決してバナナにとって親切な栽培法とは言えないのではないかと感じています。まあ、特にこのドワーフブラジリアンの非常に美しかった6枚の緑葉がこのようにデグレードの方に向かっていくのを見て、特にこの絵のうちの育成期間は甘やかしてはいけない、過保護にしてはいけないということを強く感じていますね。人間の場合でも箱入り娘とか過保護の坊ちゃんたちは世間の中に出ていけば幸福になるよりも不幸になる場合の方が多い事例を見てもですね、植物の栽培においても過保護あるいは手厚い保護というのは決してその植物にとって幸せなことではないということについて、栽培者は一向しなければいけないのではないかと思いますね。真夏のムシムシするような環境である温泉蒸気で育成されたドワーフブラジリアンは、この無加温サンルームでは寒がっているので、昨日掘り上げて今日は竹林の方に持っていこうと思って、不織布ポットに土を入れて仮植えしてあります。枯れてしまった3枚の葉はこれらですね。で、このドワーフブラジリアンはこの辺に植えてあったんですが、掘り上げた後にメロン苗を植えてあります。私の栽培法が間違っていたのでないのは、例えばこのようなメリクローンの耐寒性のないボリビアバナナたちが昨年の11月にメリクローン苗を受け取った後、無加温の非常に厳しいサンルーム内でなんとかかんとか越冬させたものが、こないですが、ドワーフブラジリアンが
植わっていて、あちらに掘り上げて置いてあるこの周辺で、このように何の問題もなく育ってきているんですね。で、同じような栽培法で、私はいつでも無肥料で穴を掘って植えるだけという同じ栽培法をとって、このようにボリビアバナナのメリクローン苗であってもこの場で成長していますので、栽培法が間違っているわけではないんですね。ブログにも書きましたように、要するに温泉蒸気という真夏のムシムシするような過保護的なバナナ苗の育成環境から、バナナ栽培には向いていないと思われる無加温のサンルームに持ってきて植えたという、真夏から冬の終わりの頃の環境に移植されたという問題で、このムサ・ドワーフ・ブラジリアンの苗は寒がって不調に陥ったということだと思うんですね。前回のムービーでも説明しましたように、この無加温サンルーム内で越冬してきた、例えばこのムサ・ドワーフ・ナムアは、このように三枚目の生き生きとした立派な緑葉を伸ばしてきているわけですね。耐寒性のないボリビアバナナでも三枚目の葉っぱはこのように生き生きとした緑葉で、四枚目の巻き葉がこのように出てきています。同様に耐寒性のない宮崎ベイビーナも、4枚目の葉がこれで5枚目の巻き葉をこのように出してきています。ということですので、この無加温のサンルームの環境がバナナには全く、例えばドワーフブラジリアンには全く適さないとか、私の栽培法がおかしいとか、そういうことではなく、環境の変化、真夏の環境から冬の終わり、あるいは春の初めの環境に移植されたがための不調ということでしょう。例えば奥飛騨バナナさんの環境での二尺バナナみたいなスーパーミニバナナですね、二尺60cmぐらいのところに花房がぶら下がる、バナナハートがぶら下がるというようなものを、そのまま苗作りから開花結実まで、あのような環境で栽培するなら何の問題もないし、問題がないというよりも、他の環境でよりもうまくいくのだろうと思います。で、実がつき始めたスーパーミニのバナナでも、例えば私が購入して、こういう環境に冬
の終わりの頃に置いたとしても、そんなにいい結実はしないと思うんですね。寒すぎて。ですから、問題は、植物、あるいは生き物ですね、が育つ環境がどうかということなんだろうと思います。まあ、ここに、グリーンゼブラトマトとか、キャベツとか、レタスとか、まあ、その他のトマトとかですね、パパイヤとか、いろいろなものが植わっていますが、こういう無加温サンルームの環境に向いているものもあれば、向かないものもあるんです。どちらかというと、まあ、向かないバナナとかパパイヤとか、が目立つんですけれどもね。で、そういうものでも最初から厳しい環境で発種育苗すれば、それなりに成長してきて開花結実に向かうわけなんですが、恵まれすぎた環境から恵まれすぎない環境に移植してしまうと、ブログで書いた通り、箱入り娘や過保護の坊ちゃんが世間の冷たい風にさらされてしおれてしまうようなものでして、特に熱帯植物は突然環境を変えられて、身震いするような寒さの状況に置くと、ストレートに成長してくるのではなく、ストレートにデグレードしてしまうということなんだろうと思っています。まあ、これは何も温泉蒸気によるバナナ栽培の批判ではなく、耐寒性のあるバナナ苗を欲しいと思っている人が、温泉蒸気で育成された苗を購入して、例えば代表的なものとしては、耐寒性がある代表的な食用バナナとしては、アイスクリームバナナというのがありますね。あるいは銀バナナと言ってもいいかもしれませんが、そういうものを本州団地でのバナナ栽培愛好家が購入して、どのような環境で栽培しているものか私には分かりませんが、まあ、みんながブログを書いているわけじゃありませんし、その辺はよく分からないのですが、恵まれた環境で、恵まれすぎた環境で育成された耐寒性ありというバナナ苗の開花結実例を私はあまり知らないんですね。うまくいっている人もいるのだろうとは思います。まあ、そういう方たちがもしブログを書いておられるなら、経緯を発表してくれれば、その他の方たちの参考になるのではないかと思うのですね。温泉蒸気バナナとは別に、一頃宮崎ベイビーナが流星を極めていた時がありましたよね。あれに関してはいくつかのブログを見ることができて、冬に室内に取り込んで暖房を入れても枯らしてしまったとか、まあ、うまくいかない例をブログを通してですが、私は見たことがあるんですね。で、私も
苗を何本か入手して栽培してみて、うまくいく環境とうまくいかない環境があるということには気づきました。まあ、いくつか何本か失敗した後、最初から無加温のサンルームで霜だけを避けて、なんとかかんとか越冬させれば、春の中頃からは、ここですと、和歌山県ですと、3月の半ばぐらいですね、からは成長再開するということが分かってきたんですね。露地にそのまま出して無保護ではとても持たないんです。何しろ屋内に取り込んで暖房までして枯らした人もいるぐらいですから、京都の方でしたかね、畳屋さんかなんかだったと思うんですが、和歌山県の路地で無保護ではこの宮崎ベイビーナは大体は枯れてしまうんですね。運が良ければ水芽が出てくるということですね。まあ、異常のように環境があまりにも違うと、食用バナナ苗はたとえ耐寒性があると言われていても、まだまだ本州の温暖地あるいは暖地には適合しないということではないかと思います。もし本州温暖地で最初から露地栽培で無保護に近い状況での土着化を図るなら、おそらく一番いい品種は私がタイベジタブルバナナと言っている品種だろうと思います。このタイベジタブルバナナというのは、まあ、学名とか品種名がよくわからないんですが、旧那覇バナナ園でベジタブルバナナ として販売していた苗なんですね。で、私が思うには、それはおそらく、ピサンアワック、マレー語でピサンアワックと言われているものと同系種、あるいは近似種だろうと見ています。ナムワケ、いずれにせよナムワケのバナナ苗ですね。で、それとほぼ対等にうまくいくかもしれないものは、露地栽培されていたアイスクリームバナナからの株分け苗だろうと思います。一旦温泉蒸気あるいは加温ハウスなどで育てられた子苗を、夏か秋ぐらいに本州暖地ぐらいで露地植えしても、無保護ではおそらく越冬が困難ではないかと思いますね。まあ、大苗なら別かもしれません。まあ、例えばこのドワーフブラジリアンでも大苗として発売、オークションに出されたものですが、まあ私から見れば小苗ですね。オークションで言われている大苗というのは、まあ沖縄でバナナ栽培をしていた人間から見ると小苗なんですね。あるいは中苗の初期の苗なんですね。で、大苗と言われていても実際には小苗ですから、とても露地植えでそのまま無保護で越冬できるという実力はですね、持っていないわけなんですね。まあその辺は 言葉のあやですから、まあ売る方にも責任があるかもしれないけれども、鵜呑みにして買い手にも責任があるだろうと思います。まあ私は大苗とかそういう言葉を見ても、どうせ本州で大苗どうのこうの言ってるのは、南西諸島でバナナ栽培をしていた人間たちから見れば、小苗である
というのははっきりしているんですね。まあ異常のように食用バナナの環境の違いによるその後の成長、まあ購入した後、入手した後のその後の成長の不具合は主に温度、比較温度差によるバナナの体感温度としての身震いするような寒さに原因がある。あるいは湿度、まあ多湿から冬の乾燥期への変更の影響もある。それから屋内施設での成長、生育から突然屋外に出されるというような問題。まあそれらを総合しての環境の大きな変化によって植物はストレートに成長することはできずにデグレードを重ねていってついには枯れてしまうことが結構あるということなんですね。まあ以上ご参考になれば幸いです。これは温泉蒸気バナナとか宮崎ベイビーナの悪口を言っているのではなく、本州温暖地でなんとかバナナを栽培して自家栽培の、まあ、輸入バナナとは違う水分が十分にある生気あるバナナを自分で収穫して食べたいという方たちの参考になればと思って取り上げた問題でして、私はあれこれバナナ苗の販売とか実の販売とかで成功している方たちを非難するつもりはもうとありません。逆に商用しているぐらいです。温泉バナナさんにしても宮崎バナナさんにしても日本にはそれまでなかった実績を上げてきておられますので非常に評価しています。もっともっといろいろな方が本州でいろいろな環境で成功してくれればいいことだなと思っています。まあ観光を中心にした温泉じゃない、加温施設でバナナ栽培を上手にやっているところはさらにそれ以前からですね、宮崎バナナさんや温泉バナナさんよりも前に植物園的な立派な温室で栽培しているところはいくつかありますよね。とまでもないかもしれませんが、数箇所ありますよね。まあ、それは、まあ、一般の方たちの参考にはならないと思います。そんな、大行な立派な商業施設みたいなハウスを、個人的に作れる人はそうそういないと思いますので、一人二人はいるかもしれませんが、まず不可能だろうと思いますのでね、私にも不可能ですね。ということで、加温することなしになんとかかんとかバナナ苗たちに寒さに慣れていってもらいながら、本州団地の主に初夏以降の数ヶ月を利用してバナナの開花結実まで持っていきたいという人たちを対象として今話したようなこと
が多少なりとも参考になればと思います。さて、このドワーフブラジリアン、ムサドワーフブラジリアンを竹林に持って行って、なんとかかんとか死なないようにして生かして、できれば越冬もしてもらいたいなと思っているところです。サンルームに1ヶ月半ほど植えておいて不調に陥っているムサドワーフブラジリアン、ワイセイブラジリアンを竹林に持ってきました。植える場所はですね、ここにちょっとピッサンセイロンの貧弱な苗があるので、これは後で他に移そうと思っています。で、ここもちょっと窮屈なんですが、こちらにですね、沖縄でブラジリアンと言われている苗が植わっているので、これはドワーフじゃないです、普通の、あるいは強いて言うならトールブラジリアンですねと呼ばれて栽培していたバナナ苗があるんですね。で、これと比較しやすいようになるべく近い場所と思ってるんですが、この辺割と詰まっているんですね。のバナナマッサンがあって、島バナナだと思うんですが、があって、それからこれがちょっと今のところ品種不明なんですが、いや、そうじゃないですね、あの沖縄で南部で栽培されていた品種未特定の、まあまあ美味しいバナナ苗ですね。で、ブラジリアンですね。で、この前やっと葉っぱが出てきたタイベジタブルとドワーフ檻の子があって、その隣なんですね。ここにやっと本年最初の葉っぱが出てきた銀バナナがあって、もう一本別なタイベジタブル、向こうはやはりドワーフ檻の子で、そちらは別の銀バナナと、あとそちらは別なタイベジタブルと、こういう環境なんですね。で、これらが無保護で越冬していますので、まあ、ここに植えてみればですね、このドワーフブラジリアンと言われているバナナ苗がどれぐらいの耐寒性があるか、いずれ分かってくるんじゃないかと考えているんですね。まあ、土は今掘ってみたらバナナ苗にとっては申し分ない土です。周りに笹とかありますので、出てくるたびにですね、こういうのですね、あとこれは掘り上げてバナナを邪魔しないようにするつもりですが、まあ日中は暖かくなってきているので、ここでなんとか秋が深まる前までにですね、針葉を展開して温泉蒸気の環境から違う環境で育たなければいけないんだという自覚をですね、持ってもらえればと思ってるんですね。まあ、自覚の問題なんですが、植物というのは
根に地中に根を伸ばすことができるかどうか、そして葉っぱを展開した時の外気の温度、湿度、それから日照時間はどうかなどというものを日々感じながらですね、徐々に自覚していくわけですね。まあ人間みたいに、おい自覚しろと言われて、はいって瞬間的に自覚して、あとはまた忘れちゃうとか、そういうことはないわけですね。自覚していけば忘れないんですが、自覚するまでに枯れてしまうと、これは自覚も何もないですからね。じゃあこれから植えてみます。昨日サンルームから持ってきて、竹林擁壁沿いに植えたドワーフブラジリアンバナナですね。昨日撮影したんですが、家に帰って見てみたら、1分かそこらした後、残り画面が真っ暗になっていて使えなかったので、もう一度撮影しています。何を話したのか正確に覚えていないんですが、まあ記憶をたどりながら、ちょっと言いたかったことを説明してみます。よく作物の栽培では苗反作と言われますが、このムサ、ドワーフブラジリアンは他の方が育成した苗ですので、私にできることは、あとは生育環境の整備なんですね。まあ、竹林の中で情報の多いは少ないのですが、でも日当たりはいい場所ですので、日当たり優先で選んであります。あとちょっと離れたところに、沖縄でブラジリアンと呼ばれていた苗が植わっていますので、それとの比較でやや近いところに植えてみたということですね。バナナの栽培の良し悪し、その後の開花結実、良い収穫につながるかどうかは、苗反作プラス生育環境の良し悪しだろうと思います。この場合にはもう苗は出来上がっていたので、私にできることは栽培環境の整備ぐらいしか残っていないわけなんですね。まあ土はそんなに悪くはないんです。ここは上の方から落ち葉とかが長年堆積していますので、まあ腐葉土と言ってもいいような土なんですね。まあ、平地の畑でも私は購入した肥料とか使いませんが、ここはもちろん、この竹やぶではもちろん肥料なんか使わないわけですね。あとはもうこのバナナの神経が持っている力に任せるより他ないわけですね。
まあ、このバナナがシャンと座って育つかどうかは、まあ、竹やぶの環境ということもありますが、私とは関係なしにすでに備蓄している神経のエネルギーですね、芯の茎のエネルギー次第だと思います。大正時代に一世を風靡した岡田式星座の岡田虎次郎先生という方が、稲を座らせることができるかというようなことを言っておられました。岡田虎次郎先生は農業者でしたから、そしてまた稲の栽培ではなかなか達者な方で、腕のいい方で、全国一位とかいう表彰を受けたこともある方だと文献には記されています。作物をシャンと座らせるということは、苗がしっかりしていて植え付けた場所の土壌環境がいい、あとあまりその作物にとって風が強すぎないなどの自然条件が整っているかどうかということがありますね。まあ、その他もろもろの条件があるとは思うんですが、それでバナナ苗ならバナナ苗がシャンと座っているかどうかは、これからそうですね、葉身が5、6枚から9枚ないし10枚ぐらいになってくればよりはっきりすると思いますね。まあ、岡田先生が作物を座らせた後は動物の飼育だというようなことを言っています。まあ、例えば赤ちゃん犬、子犬みたいなのにですね、お手を教えるのはかなり簡単ですが、もう引退してしまった老犬みたいなのに初めてお手を教えるなんていうことをしても、これはなかなか大変なんですね。しつけは若いうちにやっておかないとなかなか身につきませんよね。鉄は熱いうちに打てでして、もう冷め切ってしまった鉄を打ってもなかなか鋳造というのはできませんから、なかなかというより全然できませんね。それで植物の栽培をして、動物の飼育をして、それから人間の教育だというようなことを岡田先生は言っておられますね。バナナ苗の神経に蓄えられているエネルギーに相当するものは、人間の場合素質ですね。生来の素質、生まれ持ってきたもの、その後両親とか兄弟とか、あるいは祖父母とか、いろいろな親戚、隣近所の人たちとの兼ね合い関係で、子供は、幼い子供はいろいろな情報を身につけて、そうしてどのように振る舞うべきかということを覚えていくわけですね。バナナ苗の場合には神経が持っているエネルギーを根として出して、また葉っぱとして出して、そうして地中での自分が育っている環境、土とか用水分とか虫
微生物その他一切合切の総合的な環境、土壌環境というものを徐々に自覚していくわけです。そうして地上に出てきた葉っぱは外気に触れてですね、温度、湿度、それから日照の程度などもちろんいろいろな虫がやってくる場合もあります。地中と地上の環境一切合切を情報として受け止めて日々自覚を増やしていって、ここでならこのように生きていこうというすでに持っていた記憶に新たな現在の生育条件という情報をプラスしていって、それらを総合的に判断して、例えばこのタイベジタルブルーバナナでしたらこのように生きようと、ドワーフオリノコでしたらこのように生きようと、植物とてバナナとて自覚判断に立って生きているわけですね。で、植物の栽培、動物の飼育の後の人間教育ですが、これがまあ一番難しいわけです。岡田虎次郎先生は、狂人を預けられて、ただ静かに共に座っているだけで、精神病を治してあげたので有名だったので、次から次といろいろな著名人の子息子女を預けられて、いつでもただ静かに座る子供若者たちがしたいようにさせておくということで、心の静まりを共感共有してもらって、精神的な錯乱を治してあげたという伝記が伝わっているというか、伝記があるわけですね。それにはまず自分自身がきちんと座る、正座というのは静かな心の座りでして、座禅などいやヨーガの瞑想座法とか座り方ではありません。心の完璧な静まりのことを岡田虎次郎先生は正座と言われたのです。ですから私はダンスをしながらでも正座をできると言っておられたのは、心の静まりが全てだという意味でしょう。さて、栽培者も心の静まりとともに、こういう自然環境と一体になってそこで生きている、あるいはこれから生きようとするバナナとともに静まっていく。静まるというのはまた別な表現をすると、それぞれの生き方を全うするということですね。このドワーフブラジリアンならドワーフブラジリアンとしての生き方を全うしなきゃいけないわけでして、栽培者の方は栽培者としての生き方を全うしないといけないということですね。まあ、ここでなんとか温泉蒸気で過保護的に育てられたバナナ苗が私のサンルームにやってきて、寒がって葉っぱ3枚を失って、これからこれらの葉っぱを全部失う前に巻き葉を出してなんとかここで生きていこうという姿勢になってもらうために、今私としてはできる限りのことをしたつもりなんですね。あとはこのバナナがこういう風とかですね、今日はあまり天気が良くないですから太陽を感じる
時間はあまりないと思いますけれども、あと1ヶ月か1ヶ月弱もすれば梅雨入りになりますから、日々の雨をどう感じていくか、そういうことをバナナ自身が持っている知恵で判断して上手に生きていくということですね。まあ私はそれを見守りながら、周りに笹が生えてきて根の広がりに邪魔になりそうな範囲内のものは掘り上げてあげるとか、掘り上げてやるとか、まあ多少の世話をしなきゃいけないわけですね。水やりをするとか肥料をやるとか、そんなことはバナナに対してはまずしませんね。サンルームの場合には水やりはしなきゃいけないんですが、こういう竹やぶであろうとも、乾燥気味の竹やぶであろうとも、水やりは私はしません。水をやらなくて枯れるということはバナナの場合には地植えではめったにあることではありません。水と肥料をやればやるほど成長してたくさんの実をつけるなんて考えるのは人間の浅はかな考え方ですね。それではブラジリアンさん、よろしくお願いします。